ベリカゴリツァベリカゴリツァベリカゴリツァは、クロアチア、ザグレブ郡にある都市及び、基礎自治体で、トゥロポリエ地域の中心的な町である。古いスラブ語で、トゥロポリエは、オウ牛のノ,ノなどを意味する。2001年現在のベリカゴリツァの人口は63,517人で、首都ザグレブの 16km 南に位置し、市の北側は、ザグレブと接する。 ベリカゴリツァが最初に言及されたのは1228年で、この地の境界に関することであった。トロポリエ地域全体では古い歴史があり、石器時代より人の生活の痕跡がある。中世、ベリカゴリツァは教区の中心であったが、オスマン帝国主廃時には大きなダメージを受けた。歴史的にベリカゴリツァの経済は、商業が中心で中心部の広場では、 市が開かれていた。最初の学校は18世紀に開かれたが、後に閉じられている。1862年には、ザグレブ試作館で、クロアチアでは、最初の鉄道の建設が開始されたが、ベリカゴリツァの駅は、中心部からは、離れた場所に置かれた。19世紀から20世紀にかけて、経済的に大きく発展し、中心部では、建物なども徐々に増えていく。 20世紀後半から現在まではザグレブの郊外として発展し、1995年に市としての地位を得ている。ザグレブに隣接する衛星都市として近年人口は増加傾向にある。ありがとうございます。